おはようございます。雨止みました。夜中ずーっと降ってたんですけど、今一時的に止んでいます。ただ、天気予報見てみると今日一日雨予報になっているので、この後また降ってくるようです。やっぱ蒸し暑いな。で、今日は9月22日、日曜日、朝5時半です。昨日届いたばかりの DJI Osmo Action 5 Pro 使って今撮影しています。スーパーナイトモードだったかな。こういったの暗所時にかなり映像が良くなったモード使ってるんですけど、どんな感じでしょうか。ほぼ真っ暗状態です。空が少し明るく映ってるんですけど、実際めちゃめちゃ暗いです。で、この辺りもすっげえ暗いんですけど、ノイズ感とかどうでしょうか。それではモーニングコーヒーいただきます。わ、やっぱ画角広い。いただきます。うまい。今これ設定が 4K30 フレームで、手ブレ補正はロックステディで、で、標準画角にしてたのかな？確か、歪曲少ない、こう歪みの少ない、モードで、だいたい換算15ミリぐらいだったと思うんですけど、その設定にして撮影しています。まあ、もっと広く映すこともできるんですけど、どうしてもね、こう、周りがね、こう歪んだようになるので、まあ、使いどころはいろいろあるかと思うんですけど、まあ、普段撮影するような、自撮りしたりだとか、こう Vlog 形式の動画撮影するときっていうのは、まあ、基本僕は多分これからもこの標準画角、これを利用していくようになるかと思います。このあたりのね、こう歪みが少なくなるんですね。なので、まあ、このモード使って今日も動画撮影やっていこうかと思います。で、これも今、スーパーナイトモードだったかな？を、設定してます。ちょっと画面を一旦切り替えてみましょうか。標準の、動画モードで撮影した時にどうなるかっていうのをね、ちょっと検証してみます。じゃあ画面切り替えます。標準の動画モードに切り替えしてみました。で、今これが、ISO が上限1600にしてたかな。上限1600で止めるようにしています。これ以上 ISO 上げていくと、どん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 ノイズ乗ってくるようになるかと思うんで、本来だったらまだ800ぐらいでもいいかなと思うんですけど、一応今回はこれ1600上限にして撮影しています。どんな感じでしょうか。で、色味は、確かノーマルの10ビットだったかな。通常はノーマル8ビットなんですけど、ノーマルの10ビットが今回の5 Pro からは使えるようになったようなので、今これ10ビットカラーにして撮影しています。で、昨日は、まあ、試しに D-LogM 使ってみたんですけど、まあ、今日は D-LogM ではなく、このノーマルの10ビットに撮影して動画撮影して、まあ、基本の色がどんな感じかっていうのをね、ちょっと確認していこうかと思っております。以前までなら気軽に Vlog 撮影するとなると、こういったアクションカムを使っての動画撮影っていうのが頻繁によく行ってたんですけど、まあ、去年発売されたこの DJI の Osmo ポケット3、これが発売されてから本当ね、世界観が変わったというか、まあ、動画撮影するときの、Vlog 撮影するときの概念が変わったというか、もう本当綺麗にね、撮れる小型のカメラなんで、もうこれがほぼほぼもうメインにはなってきてるんですけど、まあ、こういったアクションカム使いどころたくさんあって、まあ、先日のように川遊び行ったときに、まあ、水中での撮影ができたりだとか、あと、まあ、僕が主に使っているのは車載動画ですね。まあ、走行中の撮影するときに、こう、ダッシュボード上に、こう、気軽に、こう、ポンと設置して動画撮影するというような、まあ、そういった使い方が最近はメインになってきています。まあ、ただ、Vlog 撮影するときに気軽に外に持ち出すカメラとしては、やっぱこのアクションカムってすごく、いいカメラで、まあ、例えばポケット3、綺麗には撮れるんですけど、こう雨の中使えないであったりだとか、あとどうしてもね、このジンバルのこの特性上、ショックに弱い。まあ、ショックってもちろんアクション感もショック与えちゃダメなんですけど、まあ、このあたりのね、ことを考えると、こう、手荒に扱えないっていうところがあるんですけど、まあ、そういった意味ではこのアクション感っていうのは、本当に気軽に撮影できるし、そして安定した、手ブレ補正でね、動画撮影できるっていう意味では、Vlog 撮影するときにはね、本当に適した、
カメラだと、今でも思ってるんですけど、まあ、今回の5 Pro がどれぐらい、そういった撮影に耐えられるか、まあ、日中の撮影はもう全然問題ないかと思うんですけど、まあ、暗所で撮影することはあんまないんですけどね。まあ、よくあるとしたら店内で、薄暗い店内で撮影したりだとか、まあ、そういった場合にどれぐらい使えるかっていうのを、ここ数日間でいろいろと試していこうかと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いします。八島に到着しました。今日は大会2日目最終日ということで朝からまた審判お手伝いです。で、競技場行く前にいつものここマックで朝マック行ってきます。急いで渡ろう。で、さっき試してみたかった車載動画撮影してみました。で、タイムラプスではなくてタイムシフトだったかな。違う、タイムワープだったかな。ちょっと名前忘れちゃいましたが、あいつも動画でこう早送りするような感じの撮影スタイルなんですけど、あれでね、こう信号止まった時にこうカックンって上下に動くのがどういう風な挙動になるかっていうのをね、ちょっと試してみました。ちょっとまだ確認できてないんですけど、また編集時に確認します。注文ですが、いつもと同じチキンマックマフィンコンビに、最近お気に入りのオレンジでカート追加。それではいただきます。あ、そうそう、思い出した。で、この最短撮影距離ですね、アクション4の時は40センチだったのかな。確かエースプロも40センチなんですけど、結構ね、40センチってね、こうテーブル撮影する時に離さなきゃいけないんですが、これが結構撮りにくかったんですけど、まあ、アクションカム全般にはそんな感じなんですけど、今回のこの5 Pro からは最短距離が35センチと少しだけ寄れるようになりました。なので今これピント合ってるんじゃないかな。どうでしょうか。ではいただきます。まずオレンジジュースから。うん、うまい。チキンマフィンいただきます。うまそう。うん、うまい。で、今これは画面で見る限りはピント合ってる気がするな。そうなってくるとかなりこういった Vlog 撮影するときに使いやすいカメラになったんじゃないかなと思います。ごちそうさまでした。それでは競技場に向かます。少しなんか風が出てきたな。雨もあんまり大雨にならなきゃいいんですけど、それでは移動します。というわけで競技場到着したので、今日朝から夕方まで一日、多分ね、雨の中の試合になるかと思うんですけど、頑張ってお手伝い行ってきます。15時半終わりました。終わりました。ちょっとここから見にくいんですけど、もう途中大雨でびしょびしょです。いや、もうびっちゃびちゃで、蒸し暑くて結構大変な、大会運営になったんですけど、怪我人は今回出なかったのかな。まあ、そのあたりが非常に良、かったんじゃないかと思うんですけど、昨日はめちゃめちゃ晴れで暑くて蒸し暑くて、そして今日はひどい大雨で、大変な大会でしたが、無事に終わりました。お疲れ様でした。さあ帰ります。